ドジャース大谷翔平投手が驚異的なペースでホームランだけでなく盗塁も量産しています。メジャー史上6人目、また史上最速で40本塁打 &40 盗塁、いわゆる40から40達成。それどころか史上初の45から45も現実味を帯び、さらに5050 50も可能です。ちなみに43から43。 時点で前人未到の記録となります写真、大谷の大々大,大ファン、ツインズ・コレアの妹が大谷と涙の感激対面。しかし、大谷にとって、50、50は決して容易な記録ではありません。なぜならチームが地区優勝争い、さらにはメジャー最高勝率を争っているからです。そのため、個人の記録を犠牲にし、 チームの勝利を最優先に戦わななければなりません。それが上昇軍団の宿命とも言えます。過去の40から40達成者を見ると、チームが優勝し、なおかつ偉業達成したのは1988年アスレチックスのホセ・カンセコ、昨年ブレイブスの6年連続地区優勝に貢献したロナルド・アクーニャの2人だけ。あとは皆、優勝戦線から脱落したチームの選手ばかりです。 また、大谷は相手チームから徹底的にマークされています。8月に入って打率が低迷し、スランプではないかと言われていますが、強いチームとの対戦ばかりで、それだけ優秀な投手陣に厳しく攻められているからです。だから、いくら大谷でも打つのは並大抵でありません。それでも、大谷には50、50を達成するチャンスがあります。 それは今シーズン残りの試合日程です。ドジャースはホームで31試合中15試合、また勝率5割以下のチームとの試合も残っています。特に、最後の12試合中9試合がマーリンズ、ロッキーズと現在の最下位チームとの対戦になります。それと6月17日以来、不動の1番という打順です。毎試合大谷が1番を打つことにより、 通常5打席脱チャンスが巡ってきます。また2番に右のクラッチヒッター、ムーキー・ベッツが入ることにより、よほどのことがない限り深刻敬遠で歩かされることはなさそうです。その上で、やはり偉業達成の鍵はホームランでしょう。ナウ手のスラッガーにとって、最大の目標は50本塁打です。メジャー史上初の40から40を達成したが言っていたように、 ホームランさえ達成すれば、いつでも投類はできると計算できるからです。昨年メジャーは新ルールとして、ベース拡大を導入。それによって、アクーニャが40、40どころか、前人未到の40から70を達成。今年はレッズのエリー・デラクルスが史上5人目の20本類打、60投類など、 様々なパワーーとスピードを兼ね備えた記録が生ままれていますその中で最も価値があるのは、パワーとスピードが絶妙にブレンドされた30、30、40、40などです。これまで40から40、達成者はラテン系や黒人選手ばかりで、白人選手が一人もいません。その中で日本人選手の大谷が初の40から40クラブ入りとはすごいことです。 果たして、大谷が前人未到の5050にどこまで迫るか、何よりもチームの優勝、ナ・リーグ87年ぶりの三冠王争いともども見逃せません。大リーグ研究家、福島よしかず、日刊スポーツコム MLB コラム、福島よしかずの大リーグ一ッショータイム。